はい、ルーチューブの時間です。いや気持ちいいですね、この試合。ドネア、あの試合速報なんで、あの結果知りたくない人は見ないでもらって。いや、もう分かってるでしょ、これ。分かってる。いや結果から言う？じゃあ、ラウンドは？あれ、4ラウンドだったよね。あ、そうだね、4ラウンド、4ラウンド。4ラウンドだよね。KO しましたよ、左ボディ。でね、まずあのこの動画を見る前に、この1個前にドネアが、まあ、この戦前を予想するっていう、ドネアのパンチはなぜ当たるのかっていう動画を出してるんで、まずそっちを見てもらいたい、俺は。なぜかというと、俺が言ったパンチが全部気になったでしょ。なんでそっちを見てもらって、この動画を見てもらうと、おお、赤穂当たってんじゃんとなると思います。いや、てかガバリオすげえいいボクサーでしたね。うん、もあの申し訳ないけど、ガバリオはね、あそこまでやると思わなかったわ。1ラウンドから距離感よく、あ、でもね、入場してきたとこからの顔を見ると、やっぱりドネアはもうビッグな試合を何回もやってきてるよね。で、ドネアにとって最強の相手ではなかったよ、ガバリオは。今まですごいメンバーで、リゴンドとか井上尚弥選手とかでやってるからね。で、やっぱりね、緊張してた、ガバリオは。で、1ラウンドも硬いなと、やっぱ自分でリラックスするためにさ、肩こうやって抜いたり、試合中にやっぱ自分が硬くなってることって現役の俺らでも分かんないよ。うわ、俺硬いな。だからガバリオやってたでしょ、腕、まあ、足もやってみたら、硬くなってるの分かる。ただ、その中でも、やっぱりドネアに1ラウンドジャブを当てる。あのロドリゲスとやった試合、ガバリオ見てたけど、別人だったね、作ってきたと思う。で、俺がびっくりしたのは、まあ、俺が前の動画で言ったの、ドネアの右、シャープな右、うん、まあ、ジョーさんは右のジャブって言ってたけど、まあ、ジャブの威力じゃないよね、うん、シャープな右に左フック合わせてたよね。要はドネアの代名詞だよ、ブロッキングしながらとか、上を通しながら、うん、まあ、体勢、ドネアはここ、体勢あんま崩さないで打つけど、はいはい、完全に崩しながら打ってる。ただあのドネアの速い右に返すんだから、やっぱり一流の選手だよなと。まあだからやっぱガバリオはトップ選手なんだなと思いました。あのダスマリナスとか同じフィリピンだったけど、うん、いや全然、うん、やっぱ強いなと。でジャブはドネアに、ジャブは差し勝ってたんじゃない、うん、ただあんま手出しなかったですからね、うん、最初ドネア2ラウンドは俺もガバリオかなと思ったんだけど、3ラウンド目からドネアが立ち位置を変え出したでしょ。俺は1ラウンドにドネアが思ったよりまっすぐ入るなと思った。はい、はい、ガバリオ相手でまっすぐ距離を、え、こんなに詰めて大丈夫と思って。要は詰めすぎると1ラウンドって事故が起きる、うん、打ちに行った時とかで。ガバリオも狙ってたから、あー、だけど、まあ、3ラウンドぐらいから、2ラウンドガバリオがいいなと思ったけど、3ラウンドからもう立ち位置を動かしながら、頭の位置をずらしながらプレッシャーをかけ出して、うわ、こうなってくるとボクシングの技術、経験っていうので、やっぱり1枚も2枚も上手だったよね、ドネアが。で、ステップもいい、やっぱいい時のドネアはさ、見切るんだよ、見切りがすごいんだよ。で、相手が打ってきたらポンって下がって、打ってくる前からあれ立ち位置ずらしてるのね。打ってくる前に立ち位置をずらしてると打てないんだよ、相手が打とうって溜めるときにいないから。で、いざ打ってきたらバックステップでしょ、ポンポン。悪いときのドネア、フェザー級とかでやってるときはもうガードの上打たしてさ、もうすり足で寄ってってガードの上打たしてもビッグパンチ当ててやろう、ガン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 っていうの、ガンガンって打たしてガードに当ててから同時に打つ、同時っていうかバンバンって打つっていうドネアだったんだけど、やっぱいいときはカウンターパンチャーなんで位置をずらしながら相手が打ってきたら合わせる。で、ドネアって何が俺はすごいのかと思うのは、綺麗に避けようと思わないでしょ。ドネアのカウンターベストパンチ当てるときって大体かすらしながら打ってんだよ。それってちょっとボクシングやったことない人はなかなか分かんないと思うけど、カウンターって相手のパンチが触るとか、しか自分の体をギリギリ避けると威力が倍増するのよ。自分が崩れなくて済むから。そう、相手のパンチを大きく避ける。要は自分とパンチの距離がこれとかさ、距離が空けば空くほど威力が弱まると思ってください。だから危険を犯せば犯すほどダメージあるパンチを打てる。あのマルケスがパッキャを倒した時なんてもう顔走ってましたから、ね、うん、パッキャとパッキャ、あれでしょ、モンティエル倒した時もかすってるでしょ。あ、当たってる、ね、うん、それがやっぱドネアはすごい、見切り
あれこそ見切りだと思う。綺麗に避けるのも見切りだよ。ヒュー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 。本当に皮膚を触らせるとか、もらってんだけどダメージがないように寸前でバチンと当てる。俺はそれが究極の見切りだと思う。怖くないですかね。怖くないでしょ。俺もなんか相手のパンチを避けながら綺麗に避けてバチンと当てるより、ギリギリで当てた方が気持ちいいもんね。怖くないですか、それ。怖くないし、打たれた方も、あ、見切られてるって分かるから、プロの。ある程度、8回戦とか、日本ランカー、世界ランカーだったら、綺麗に避けられてパチンって当てられるより、ギリギリで避けて、自分のパンチかすってんのに、パチンって当てられたら、うわ、もう完全に見切られてるって、こっちは思う。ただ、やっぱドネはもう、立ち位置ずらして、ステップで、ステップで。うん、3ラウンドからは、あ、いよいよ見切りだしたな。やってる時、やっぱ、あえて、蘇ってくる。自分がスパーリングでね、うわ、やだなって思われて、思ってる時と、もう蘇る。もう、ほとんど俺がやってた時とスタイル自体は変わってないよ。ただやっぱり39歳になったドネアでしたけど、まだまだ本人50歳までやれって言ってますけど。もうでも俺も6代に今日さ、試合始まる前ちょっと怖いっていう話をしたじゃん。要は井上尚弥選手とやったり、奪われてやった時って、ドネアが圧倒的不利だったわけよ。奪われてやった時だって。それであんだけいい試合した。今回ドネア有利じゃったじゃん。ドネアが主役。ちょっと、そういう試合こそ怖いなっていう。でもまあ、ね、いつものドネアだったね。前座の試合ってこう、何試合も見てたじゃないですか、今日。あんな柔らかいボクシングできるボクサーなんていないですもんね。柔らかいわな、ステップも。あのね、これはね、本当教えてできるもんじゃないけど、やっぱ光ジムでさ、ドネアって僕とスパーリングやるたび光ジム来てくる、2ヶ月ぐらいいたのか。で、その時は日本のね、いろんな選手もやってもらいましたけど、シャドウなんか見ても柔らかいもんね。ポンポン、スッスッス、ポン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 。いや、なんていうの、地面にベタッベタってつかないもんね。ポンポン、スッス、ポン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 みたいな感じじゃん。うん、それ、会いたいね。もう、ドネアもさ、最後、井上尚弥選手とやった時、空港でさ、まあ、負けて、あの時ファミリーで来てたんだよ。うん、子供たちも連れてきてさ、まあ、皆さん知ってると思うんだけど。あの時俺気遣って行かなかったんだよ。うん。ドネアとレイチェルが怒ってるって連絡来た。なんで赤羽来ねえんだっつって。まあ本当にありがたいことで、そこで、そっからもうコロナが流行っちゃって会えてないんですけどね。またちょっと連絡取ってね、日本来れるなり、アメリカ行ってスパーリングするなりできたらね、したいと思いますけども。ただ、3ラウンドから余裕、あ、良くなってきたな。ただガバルがいい選手だったから、これちょっと7ラウンド、8ラウンド、KO あっても、下手すら判定いくと思わなかった？いや、全然あり得ると思います。全然あり得るだよね。てか反応もすげえ良かったから。うん、ガバル良かったね。まともにもらなかった。でも、言ったでしょ。はい、皆さん前の動画見てください。言いましたよ、ドネアの左ボディは一級品ですよっていう話もしてるんで、はい、一個前に戻ってくださいね。あんま打てなかったでしょ、うん、狙ってたんだよ。はい、以上です。いやでもめっちゃいい試合だから見てほしいですね。これは生で 見れなかった人は見てほしいね。いや見て思いましたけど、やっぱ相手がいい選手だからいい試合なんだなと思った。まあドネアバンタム級統一したらスーパーフライにまで行っちゃうよって言ってるらしいからね。ロマゴンとやるぞって、やばすぎる。これはまあリップサービスなのか、あの、いや階級上げるっていうのがリップサービスではあるけど、うん、階級下げるって別にリップサービスじゃないからマジなんじゃないですか。ちょっとあのチームの人に連絡取ってこれ聞きます。ちょっとてかフィリピン勢すごいね、ここら辺の階級。うん、強いね。うん、強いな。だって、そうだね、テシガール選手勝ったターパレスも。あ、そうだね。テシガール選手、ちょっと自分も試合してるんでね、応援してたんですけど、残念でしたね。まあ、フィリピン勢、うん、強いな。まあ、カシメロがね、ちょっと戦線離脱するのかどうかよくわかんないそう、あの、多分 YouTube 見てる人、思ってじゃない。おお、赤穂、赤穂、カシメロのこと言えよと。ドネアサイドともちょっとコンタクト取って、ちょっと情報聞いて、それでカシメロの情報が入ってるのかもわかんないですけど。はい、okay. 今日はね、ドネアの試合についてね、急いで語りました。まあ、とりあえず今日はこの動画で熱が伝えられればいいなと思います。もうドネア最高でした。ありがとうございました。